隊長はお元気ですか？はい。隊長テンションは基本一定？そうですね。そんなにこういうのはない。はい。なるほど。よっぽどです、まあ、そっちの方がやっぱり楽ですよね。はい。なんかね、乗る日乗らない日、はい、いろいろありますよね。体調はありますけどね。あ、僕体調はね、はい、基本いいんですよね。別に何も悪いことところはなく、体調さえ良ければというところで、体調って人に会うと、はい、エネルギーは回復しますか、エネルギーを消耗しますか？人によります。そうなんですよね、はい、僕も、はい、誰かによるんですよ。そうで、あとまあ誰かによったとしても、はい、まあ、そこに行き、はい、楽しい話題かどうかとかってあるじゃないですか。あ、それもありますよね。はい、じゃあ次行きましょう。人の考えを察する力、はい、洞察力、はい、ご自身であると思いますか、ないと思いますか？自覚ではないと思ってます。ああ、自覚では、はい、まあ、あるかどうかは分からないって話です。でも一応この人が何考えてるんだろうとかっていうのは洞察するわけじゃないですか。はい、でもその決められない感じです。なるほど、はい、これ皆さんもじゃあもしよろしければ考えてくださいと、はい、僕ってあるって言っていいのかな、おこがましいが出てくるんです、はい、その能力として見ると分かんない、人の考えを察する力、洞察力、はい、あるのかなっていうと、僕多分ね最近、はい、ないなって思うんですよ。はい、もう当たってるかどうかなんて分かんないじゃないですか。分かんないです。人なんて分かんないよねっていうのが、はい、で人の気持ちへの配慮、はい、対象できる人ですか？できない人ですよ。できない人ですか？はい、できない人っていうのもおかしいですけどね。そうですよね、はい、これはできるでいいのかな。あまりこのそっちに意識が向かない、人に対する配慮みたいなところに意識は向かない、はい、でもだからって人に失礼なこと言いませんよね。言わないです。バカだなお前とか。だから当たり障りのないところにいる感じです。相手を気持ちよくさせようみたいなのはあんまりないけど、はい、もうでも何が正解か分かんないんで、とりあえず当たり障りのないところにいるみたいな感じです。あ僕は言っちゃうのはあるんですよね。はい、盛り上がりよねで、はいはい、これってできる人ですかね。はどうなん、その能力として見ると難しいですよね。発売もあるみたいな。そうなんですよ、はい、じゃあちなみに拘束は破る人ですか、守る人ですか？破ってたことの方が多い気はしますけどね。なるほど、はい、だと隊長は、はい、ISTP です、はいはいはい、でなんかこれツイッターに載ってたんですね、はい、MBTI の見分け方だと、はい、あ、診断じゃなくて他人を当てる時の参考とありますね、はいはい、なるほど。でこれで8割方当てられるって書いてあるんですね、はい、当てられるかよってっていうのをなんとなく、はいはい、思ったりします、うん、人にあれば分かるのかな、そのまあなんとなくの傾向って話ですよね。僕人に会って回復しそうな人ですか、しそうな人なんでしょうねに見えるとは思います。そうですよね、はい、で人の考えを察する力ってある人に見えます？どうやらなさそうですよね。はい、まあ分かんないです。でも察しようとしてるみたいなのはあります。ああなるほど、はい、配慮はしてる人ですよね、気持ちへの、はい、はいはい、大体外すけどこのあとコラボ動画とかやるじゃないですか、はいこの終わった後にこうすごい今日はもう本当にありがとうございましたみたいなのを永遠とやってるなって思いながら見てるんですよね。そうですね、私が払う私が払うって、はい、木曽路の CM みたいにやってますね、はい、木曽路の CM って全国区でしたっけ、まあ、いいか分かんないです、はい、っていうのがあったりして、かといってなんかこのツイッターを見てると言えて妙だなと思ったのが、はい、MBTI 診断で生きてるやつのタイプは、はい、ADHD だって書いてあってちょっと笑っちゃいましたけどね、はいはい、ごきげんよう。ごきげんよう。あ、ケゴリンさんは人に元気もらってエネルギー回復しますと、うん、外交人によりませんって思うんですよ、ね、人にはよりますよ。あと一人でいたい時ってありますよね。まあそれもあります。僕今結果、はい、あの仕事以外の人で会うの体調だけなんですよ。はい、
これって外交かとかって思うんですよね誰とも会ってないぞって。はい。でもまあなんかこういう人がいる場、あこういう場はあ確かに、ね、いた時に今みたいなお疲れ様でこういう場は好きですね、はい、確かに、はい、あだと外交なんでしょうね、はい、こういうのがどんなに仲良くても人と接すれば多かれ少なかれ、まあ、消耗しますよね。気使いますしね、うん、あ気使ってるや俺。洞察力がさくらさんは自負しあると自負しているが人への配慮が苦手。でもみんなそれなりに洞察して、はい、洞察言葉は選ぶよねと思ってるんですけどね。洞察はしますよ僕も。でもそれに自信がないので確証が持てるまでは当たり障りのないところにずっといる感じ。人を見る時の、はい、この人は洞察しているか、あだと僕は洞察してない方に見える可能性はありますよね。人の気持ちようとか、はい、あなんかまあ自分の、まあ、こういうふうにするとなんかいいんでしょうみたいな感じで、はい、それはやってる気はしますよね。しますよね。メンタル不調な時は人から元気もらうと癒されます。そのテストざっくりした傾向は分かりそうですねと。分かられてたまるかっていうのもありますけどねこんな分かられ、まあ、どっち目線かですよねじゃよく最近来るじゃないですか、はい、例えば分からないみたいなことやってると、はい、そんな人のタイプなんて簡単だよみたいな、あ来ましたね、来るじゃないですか、はいはいはい、とかこの人は分かってないみたいな、はい、って言われると、はい、まあ、僕は50歳大人になりましたので、はい、まあ、自分も分かってないですからって、はい、老子みたいな真似はしましたけど、はい、カッチンですよね、もうあんなのが来ると僕はカッチンじゃないですけどねどう返したろうこれリヤリヤしますけどね。なるほど。で僕もその、はい、土着素簡単やんについては、はい、どう返したろうこれとかって思いましたけど、はいはい、まあ、体調がさらって返してたんで、はい、まあいいかと、はい、上が出てったのでもう下が出る幕はないと、はい、人によりますよね、うん、体調の人によりますよねは分かります、はい、苦手な人と接するとき、まあ苦手じゃなくて、まあ、それはありますよね。苦手じゃない人、あというかあんまり知らない人とかは消耗するじゃないですか、はい、でも知らない人だと、はい、なんていうんだろう、生かしどころだと、あそういうのはないです。あなるほど、はい、仕事でパートナーや外注を選ぶ際は、あ失敗しないかも洞察の力と、うん、僕もある方運がいいと思ってたんですけど、まあ、失敗しましたからね前ね、いろいろと、はい、人に恵まれてて、うん、S の人は N に比べて洞察力がないっていうことはそんなことはないと思いましたねと、はい、そう僕も失礼だと思ってなんか多分見るポイントが違うんだと思うんですよね。あ要はこの空想みたいな想像みたいなのを信用しないタイプじゃないですか S。 言いますよね、はいはい、なのでそういった部分、想像こうだからこうに違いないみたいなことは、こうに違いないっていうのは不確定の要素だから排除みたいな感じなんですよね。あだからこの人がちゃんと分かるまでは分かったとは思わないみたいな。そうだから僕も結構、はい、あの顔が良くて、はい、ハキハキとした喋り方するみたいなので、はい、結構深夜コロッと信用しちゃうんですよね、はいはい、これ洞察力あるって言います。まあこのユングが言ったじゃないですか、このこう当たる確率は 50% だと洞察はするけどね、はい、はい